はい、どうもこんばんは。恥ずかしい気持ちもゼロじゃない、でございますけれども、つくば市在住26歳、高見宏でございます。はい、太一さんよろちょっしくお願いとしますね。調子悪そうじゃん、大丈夫？いやいや、いつも通りですよ。まあ、いつも通りだったらだったであんまり良くないんだけど、ちょっと今日ね、いつもよ本当？ り夜遅めの収録となっておりますので、まあ、そうこんなんなです感じよ。で。ちょっとね、半分寝てるような状態で、イルカの肩の寝てるみたいな感じだから、あんまりね、ハキハキしてないかもしれないけど。まあそうですね。右脳と左脳で頑張っていきたいと思います。大使が右脳で、僕が左脳的なね。そうだいいですか？ね。はい。ちょっと補ってもらうために。本日はですね。はいはい。すいません。本日は、ゲストが来てくれております。こちらの方です。どうぞ。皆さんこんばんは。アラサーのおじさんです。よろしくお 願いラしシマまです。よろす。しくお願いします。あ、どうも、今日はで絶す対ね、ラそジのオ辺のお聞きじたさくんなをいよ、来そてんもらいな。ました。はい。まあ、男どういう子おじはさんでなすんですか？ね、はい。どういうおじさんかというと、まあ、何を隠そう、私、高山宏の、まあ、高校の同級生ということで、地元の、まあ、仲間になりますね。つまり、おじさで、んが今そうで3す人ね。だね。そう、おじさん3人。中おじくらいさんのおじさん3人。2人と、そうそうそう、でっかいおじ年さん上2いるんだからさ、年下がおじさんとかやめてよ。そんな私もおばさんだからみたいな、そういう OL のノリじゃないんだからさ。やめそうようよ、ね。さ、おつぼねの前でね、おばさんアピールを絶対しちゃいけません、的な話ですよ。まあまあ、嫌いですで、からね。おばさんね。そう。男島くんはこう、やっぱり、もう、僕の全てを知ってると言っても過言じゃないぐらいの中でして、まあ、もう、高校時代だからね、ちょっとね。広志が海だったら海賊王ですよ。男子はね。広志が海だとしたら海賊王みマジ何言ってるか分かんないけど。たいな。だまあ、けとど、りあえずね。やっぱり何かをするってなったら、まず男子君に聞くっていう関係性がやっあ、ぱありまし相当て、仲良かったんだね。とか、あとその音楽の趣味だったりね、映画の趣味だっほうたほり、うほう。もうあらゆるものを男子君に教えてもらって、今成り立ってる、高山宏という人間が成り立つにあたって、非常にこうエッセンスをたくさん加えたメンターみたいなもんだね。みたいな感じです。ヒロシがアンパンマンだったら、ジャムおじさん的な存在っていうか。おじさんじゃん、マジで。結 局おじさんそうね。そう。結局おじさん。いや、マジで頭回ってねえな、今日。という恐ことろしいでね。わ。まあ、僕だけ喋ってもやっぱあれなんでね、田島君いろいろとこう、多趣味なところもあれば、なんかこう、僕らと共通するようなね、いろんな、経験を持ってたりとかもするし、あと、まあ何かそう、僕のこともいろいろまあ知ってるのでね、話題に尽きないそうね。放送になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ちょっと30分で収まることかわかんない。まあ、収まってないんだけど、いつもね。じゃあ、大島さん、ちょっとオープニングなんで、はい。広志の恥ずかしい話、暴露するぞみたいな、なんかそういう、聞きたくなるようなオープニングをちょっとそ用意のしていた通だりじけゃまない。すか。もう全部言っちゃってるじゃん。大体言っちゃいます。じゃあ、恥ずかしい話、二つ、三つ、四つ、お、させてもらおうかなと。やあるばかいな、ぜ。そんなに。いや。まあ、あるこごと期な待いくこだと、さい。はい、でっち上げてもあらっることて、ないこはい。と、持って持っておしゃべりしますんで。お願いします。そうでよすろしくおね。願いしはます。い。私も口数が少なくならないように、ちゃんとリアクションしたいと思います。というわけで、恥ずかしい気持ちもゼロじゃない、毎週火曜日8時半からラジオつくまで放送しております。お聞きください。お楽しみに。